はいどうも皆様、こんにちは。ホームトレです。えー、今回ですね、時事問題について、えー、また取り上げさせていただこうかなと思います。えー、今回ですね、えー、7月22日、まあ、ですね、えー、今日の午後2時から行われた、えー、吉本興業の岡本社長のですね、えー、会見をですね、えー、実際に見て、えー、私なりのちょっとですね、会見の感想とかを言わせていただければなと思います。はい えまずですね、初めに言いたいことは、サムネにもある通りですね、ひどい会見でしたね。あれは会見ではなくて、ただの言い訳ですね。まずですね、どこら辺がまずひどかったのかをえ説明させていただきます。まずですね、冒頭から説明させていただきます。冒頭になぜか泣きます。これが本当に意味がわからない。いいや、んで泣いてるんだろう と思いましたね、うん、なんかね、本当にいきなり泣き始めるんですよ。なんか情緒不安定なのかな、この人みたいな感じで。なんかね、なんか読みながら泣くんですよ、とりあえず。いや、それがですね、意味がわからない。あのちゃんとしたらですね、あの宮迫さんとかも、え宮迫さんとかうさんも、やっぱりこういうことの経緯を最初説明するときって、あのちゃんと泣かずに、こうしっかりと話してたじゃないですか。うん あのまあ、さすがに質問とかに対しては、ちょっとですねあの感情的になって泣いちゃう部分とかもあったりするんですけど、やっぱりですね最初の部分で泣くっていうのは、練習してなかったんかいって思うんですよ、こ,うこっちからしたら。はい、ああ、ちょっとですね時計が鳴っていますが、すみませんね。いや、本当にですね、だから、まずそこがですねなんか社長としてどうなのって思うんですよ。なんで あのタレントを回る守る側の社長がいきなり泣いてるんだと。はい。私はここがえまず気になりましたね。はいで。で、えー、次ですね、えー。質問できたのが、うーんーと、あの、宮迫さんたちに、あの、宮迫さんたちとが、えっと、あ、すいませんね。ちょっとガタンってなっちゃった。えっと、テープ回し,プ回してへんやなって岡本社長が言ったじゃないですか。えー、その時にですね、えー、まあ、 まあ岡本社長が言ったんで、すよでその事実をですね、まあ、宮迫さんたちが話して、で、岡本社長に記者の方が質問したんですよ。あのテープ回してへんかってあれ、なんなんですかみたいな。なんであんなこと言ったんですかみたいなこと言ったら、すごいことを言ったんですね。はい。これがですね、えー、テープ回してないへんかっていうのは、ちょっとね、場が、あのこう、殺気立ってたというか、暗かったというか、硬くなってたんで、 あのちょっとあの芸人4人だけ残してでテープは回してへんやろなつって冗談で場を和ませるためにやったらしいんですよ皆さんこれ信じれますか信じれますかえだってわざわざですねあのこうまあ、場はねそりゃそうですよ暗くなりますよ そんな問題で、そんなね、和やかな問題ではないですよ。詐欺グループからですね、お金を実際にもらってて、えっと、もう相当ですね、いけないことですよ。詐欺グループからお金をもらうことなんて、はい。まあ、これはですね、一般常識でわかると思うんですけれども、え、で、そこでですね、えっと、なんだ、その人たちを出して、他の人たちを出して、テープ回してへんやろな、っていうのは、 どう考えても冗談じゃなくて圧力ですよね。はい。これはですね、本当にひどいなと思いました。だからね、こういう、なんだろうね、社長なのになんかね、こんな真実と異なることをですね、わざわざ会見の場を用意してまでもうね、わかるような嘘をですね、言っていることがですね、まず腹立ちますね。はい。いやもうね、だからね、吉本ね、ダメなんだよって言われるんですよ、そんなこと言ってるから。はい。 でえまあもちろんですね、まあ弁護士とかいろいろあったじゃないですか、宮迫さんたちがなぜ謝罪会見をしてくれしあのさせてくれないんだとか言ったり、まあね宮迫さんたちの会見で言ってたと思うんですけど、あれについてですね質問されても何を言ってるかわからないんですよ。はい話をですねなぜかそらしてなんか何を言ってるかわからない回答をずっとしてるんですよ、社長が。で えっと、宮迫さんたちが、宮迫さんじゃないな、えっと、で記者の方がもう一回聞き直すんですよ。え、そうではなくて、あの、なぜこうなったんですかってもう一回聞いたら、また関係のない話をダラーっと、しかもダラーッとするんですよ。だからもう聞いてるこっちも疲れるんですよね。はい。で、えっと、また聞くんですよ、記者の方が。え,えっと、そういう、そうではなくて、みたいな。あの、なぜこういうことになったんですかまたダラーっと意味わかんない話する。で、記者の方ももう諦めて、 分かりましたつって終わりましたからね。はいいやーだからね、この、あのこれがですね、まあ、1、2校とかだったら、まあまあ、記者会見で緊張してるんだろうな、社長もぐらいでわかるんですけど、これがですね、大幅なんですよ、大幅を占める、この記者会見の。だから意味がないんですよ、この記者会見って。はいということですね、もうね、ガバガバですね、記者会見が。えー、で、次にですね、えー、ギャラ問題ですね。はい えーとですね、記者会見で実際に話されていた、えー、ギャラ問題ですね。まあ、ギャラ問題って結構大きいことだと思うんですよ。あの例えば、えー、と吉本興業側に、えー、と大量にギャラが、あの吉本興業側にまず入るんですよね。お金の依頼があ、お仕事の依頼が。で、お金はこのぐらいですよってなって、で、何対何ですよみたいな。じゃあ、あの吉本興業側が、えー、そのお金の何分。 いくらかをもらって、で、芸人がそのギャラのいくらかをもらう。まあ、これはですね、えっ、ー、と、まあ、芸能界ではですね、あの、常識的なことだと思うんですよ。まあ、それはそうですよね。会社側がそうしないと儲からないからですね。はい、で、これでですね、あの、岡本社長はですね、うんと、なん、あ、そうだ、平均、平均で、えっ、ー、と、5対5になっています。5対5か6対4。 になっってていいますすと言っていたんですよね,、はいえー、とね5対5だと、まあ、10万円だったら、えー、と吉本側に5万円で芸人側に5万円入るという計算ですね、はいえー、ではですね実際に、えー、この時にこの発言をした後に、えー、流れた、えー、も芸人さんのちょっとですね、えー、ツイートを見ていこうと思います、はいえー、キートンさんという芸人の方ですね はい。えっ、ー、とですね。まあ、まおちゃんのモノマネで炎上と書いていますね。ま <laughs> おちゃんのモノマネで炎上か。<laughs> まあ、この方ですね。私知っているんですけど、もしよかったらですね。あの、皆さん、キートンさんという方を、えー、調べてみてください。はい。えっ、ー、と、で、この方のツイートを実際に読んでいこうと思います。あ、この方はですね、あの、吉本の芸人です。で、ギャラ、5対5だったのか。 ってことは、私が海外に約1週間行ったの仕事は、吉本は2万円で引き受けたのか。優良企業。皆さん、どういう意味かわかりますかこれ。5対5ってことは、えっ、ー、と、5対5。つまり、えっ、ー、と、キートンさんはですね、この5対5、もし5対5だったとしたら、えっ、ー、と、海外に約1週間行ったんですよ。このキートンさんは。で、その仕事でですね、 その仕事はですね、実際、あ、通かえっ、ー、と、キートンさんの手元にはその仕事をやったら、1万円入ってきたんですよ。はい。で、ご対5だったら、うんと、吉本にも1万円入りますよね。ってことは、吉本は2万円でこの仕事を引き受けたんですよ。そんなことありますか海外に1週間行く仕事ですよ。はい。海外に1週間行く仕事で、 2万円はさすがに無理がありすぎる。はい。5対5は無理がありすぎます。はい、えー。なぜかというと、まず飛行機代で <laughs> 終わってしまうからです。はい。飛行機代でほぼ赤字。はい。もうね、何かしたいんだと。こんなね、わかりやすい嘘をですね、なぜ社長がつくんだと私は言いたいですね。はい。えー、なのでですね、まあ実際に考えると、実際というか、なんか、 結構ですね、噂だと9対1らしいんですよ、吉本って。でもですね、私ですね、このキートンさんの、えー、とツイートでですね、これ9対1かって思うんですよ。もしかしたらもっとひどいんじゃないかって思うんですよ。だって10万円でも、うん、と海外に約1週間行く仕事って、なかなかねえ、 厳しくないですか ?10 万円でも、うん。キートさんは1万円しかもらってないんですよ。えー、っと、でも10万円でお仕事が引き受けるのかなとも思いますしね。まあもしかしたら10万円の可能性もあるんですけど。 まあでも言いたいことはとりあえず5対5では100%はないです。えっと、少なくとも9対1。これは間違いないのかなと、えー、私個人的に思います。まあこれは個人的な意見なので、えー、別にスキップしてもらっても構いません。まあでもですね、皆さんわかりますよね。うん。嘘ばっかだと。はい。この会見ですね、ほぼ嘘で成り立ってるんですよ。もうね、あのだからですね、えー、っとですね、もう私が言いたいのはですね、 もうこんな会見開くぐらいだったらもう開かない方が良かったよって思うんですよ。なんかねむしろなんか松本さんとかがそのなんだろうね社長を呼び出してなんか2人で話し合うのとかの方がもうまだ良かったんじゃないのかなって思うんですよこんな会見するぐらいだったら。で実際にですねあの芸能 あのツイッターで、えー、と芸能人の方々、芸能に携わっている方々も、この会見なんだっていう、謎の会見だっていう感じなんですよ。本当にですね、ことがほぼ進んでないんですよ。真相がほぼ一ミリも進んでない。結局、あの真相というか、分かったことだけは、えー、と宮迫さんとう、えー、さんは、えー、解雇ではなくなったぐらいです。はい これ以外はほぼ何もない。何もない記者会見。5時間ぐらいやったんですよ。5時間ぐらいやって、無で終わりました。もうね、意味がわからない。で、これですね、驚きなのが、私ですね、この記者会見で驚いたのが、あの、最後にですね、カンペを取り出すんですよ、この社長が。で、いきなり、吉本興業とは、なんとかなんとかで、なんとかであり、こういう企業であり、みたいなことを読むんですよ。はみたいな。<laughs> いやいや、 いや、そんなん聞きたいんじゃないよっていう、このことの真実を聞きたいのに、そんな吉本興業の何年の歴史とか言われても知らねえよ、こっちはって感じなんですよ。でそのの後になんんかか藤原さんとかあの 副社長とか、あともう一人ね、なんかよくわかんない人いたんですけど、ちょっとね、私、あの方、存じ上げないんですけど、え、その方がですね、なぜか自分語りをし始めるんですよ。いや、お前の会見じゃねえよって、まず、しかも、えっと、自分語りをするなって話なんですよ。そんな会見に。今回の会見の目的って、えっと、まあ、宮坂さんたちの、うんと、その、なんていうのあの、謝罪会見を、 どうしてできなかったのか、どうしてそんなに引き伸ばしてまでえっと謝罪会見をさせなかったのかっていうのが、やっぱり主な要因となるんですよで、これから吉本をどうしていくのかっていう会見だと思うんですよ、記者会見。なのにですね、それがね、話されていないっていうのがね、本当に問題だと思いますね、今回の会見は。だからね、5時間ね、何をやっていたんだって思うんですよ。 あの記者の方たちって別にあの悪い質問ではなかったんですよ。そんな、まあでもひい一つちょっと微妙な質問があったんですけど、あとはですね、あのそんなに悪い質問ではなかった、ちゃんとあのその私が言ったですねあのこ、なんでこうなったのか、で、これからどうしていくのかっていうことをですねあの、しっかりと聞いていたのに、意味不明なことしか言わないから、もうね、話が進まないはい。 って感じでしたね、今回の記者会見は。いや、もうね、あの、言いたいのは、社長がこれでどうすんのって思うんですよ。うん。もうね、社長がですね、あの自分に処分とか出しても、うんうん、変わんないと思うんですよね。うん。社長が処分じゃなくて、これから吉本をどうしていくのか。で、本当に今まであった真実を、ちゃんと話す。で、本当のこともしっかりと話さなきゃいけないのに、もう、 なんだ冗談で言ったりだとか、和ませるために言ったりだとか、もうね、今までこいつは何を学んできたんだと、本当に、前、昨日も言いましたよね、宮迫さんと亮さんの会見で、亮さんたちは、亮さんとか宮迫さんたちは、えー、とちゃんと,、えー、と、おそらくですけど、まあ、でも私はですね、まあ、多分本当のことなんだろうなと思って、えっ、ー、と、まあ、自分の身を守るために嘘をついたんだとか、そういうことをですね、あの正直に話してくれたんですけど、 なんでででしょうね本当になんで記者会見とか謝罪会見ってあの前の日大のタックル問題、まあ、あの前も宮迫さんのりょうさんの話もしたんですけどタックル問題の時もあのタックルをした選手はすごい正直に話してたじゃないですかで自分のせいだっつってあの記者の方にも責任を押し付けなかったのに、えー、とあの日大の監督と、えー、コーチはなんか逃げるようにしてたじゃないですか。 で、今回もそうですよ。宮迫さんとかりょうさんたちは、あの、しっかりと真に話したのに、社長は、なんか、ね、逃げるような言葉を使って、はぐらかす。なんかね、上に立つ人間ってそうなのかなって思いますよね。だからですね、なんか、ちょ,ちょっと不安になってきますよね。私も会社にいるんで。うん。なんか、もしものことがあったら、なんか、社長が、なんかね、なんか、逃げの言葉を使って、 なんか逃げ出すんじゃねえかなとか、なんかね、やっぱり上に立つ人って <laughs>、そうなっちゃうのかなって思っちゃうような会見でしたね。はい。いや、皆さんで、ね、今回の会見、実際にどう思いましたかまあ、とにかくですね、私が言いたいのは、ひどすぎる、今回の会見。もうね、会見じゃない、あんなのは。はい。っていうことが言いたかったですね。はい。えー、ということで、まあ今回のですね、ダメダメ会見は、えー、このぐらいにして、 まあ、また、えっと、私はですね、宮迫さんとりょうさんですね。やっぱりロンドンハーツとアメトークめちゃめちゃ面白いので <laughs>、はい。あの、ぜひですね、また戻って。 えー、見られるる日が来ると楽ししみにしております、はい、いや、宮迫さんのアメトークはね、今でもね、この YouTube で違法に上がってるやつなんですけどね、見たりするんでね、いやー、ぜひですね、また戻っていただきたい。もうリオ、りょうさんはね、ちょっとね、ロンハーあんま喋んないんですけどね、<laughs> はい。まあね、りょうさんがやっぱりいるだけで、でもちょっとね、安心感出ますよね。あつ淳さんとね、やっぱりりょうさん、二人セットってところが、えー、とやっぱりロンハーの魅力的だ、魅力だと思うので、えー、ぜひですね、二人とも、また、 自分のカンブが番組に、えー、戻ってくることを、えー、心から祈っております。はい、ということで、ホームドライチャンネルでした。お疲れ様でした。